PM-63 ロックは1960年代にポーランドのラドムが設計、製造した短期間銃である。PM-63 はグリップ内部にマガジンを収めるなど、外見上は他の短期間銃と大きな差はない。PM-63 は短期間銃で一般的な本体内部にボルトを収める形式を 採用せず、むしろ自動拳銃、マシンピストルで主流の重心を覆いつつ銃外部に露出するスライドを採用している点が最大の特徴である。撃発にはスライド解放状態から射撃を開始するオープンボルト方式を採用しているため自動拳銃と異なりスライドは交代状態で射撃体制が整う。また、 PM-63 のスライドは竹槍状に上半分が切り取られた形状をしており、突き出た下半分はスライド閉鎖時にフレームから突き出る格好になる。この突き出た部分は何かに押し付けるか手で押すことによるコッキングを容易にしているほか、射撃時にはアカムのマズルブレーキと同様に発射ガスによって銃本体を押し下げ、制御性を向上させている。 この他にも、最大限に引き伸ばすと少し垂れ下がった角度で、固定可能な伸縮式重傷や下方に展開して、フォアグリップとすることが可能な全部ハンドガードも備えている。ただし、連射時にスライドが激しく前後どうするので、アイアンサイトを利用するのは難しい。トリガーメカニズムは、途中まで引くと、セミオート、最後まで引き切ると、 フルオートとなるという、やや変則的なメカニズムになっている。PM-63 の弾薬は、開発当時のポーランドが、ワルシャワ条約機構の加盟国であったことを反映して、QX18mm マカロフ弾を使用する。後には QX19mm、パラベラム弾使用の PM-70 や、 380ACP 弾仕様の PM-73 も設計されたが、どちらも発注がなされなかったため、量産化には至らなかった。現在、ポーランドでは、PM-63 は、新型の PM-84、98、06、グラウブリへの更新が進められている。資料や文献などでは、WZ63 と表記されている場合がある。 ありがとうございます。